ちなみに、ディスコードの画面表示してないな。あ、やべ。ちょっと待ってください。あ、VC ですか？配信中のボイチャー表示用ってとこにありますよ。リンク貼ります。あ、配信中1にいる？これ、配信中1の URL です。ナイス！うわ、できる！怖い思った！これありがた。どうすんだっけな、ブラウザだっけ、あれ、ウィンドウキャプチャー、あれ。これ何でソース追加するんだっけ、アクシアーソース追加は、ブラウザですよ。あ、ありがとうございます。ブラウザで URL にこれ入れるんですよ。もう、かいなさん、しかしなさい、お願いします。いや、なんで全然戦うぞ。ああ、怖いな。おう、全然戦うぞ。いや、今日仲間ですか、チームですから、俺。あ、そうか。なんで今、ファイティングポーズ取れたんだ。この状況で。戦うぞ、全然。戦って生きてるから。あ、いや、今日はね、でもマクシャ君が、いろいろ教えてくれるっていう名目なんで、じゃあジャンプはお願いします。全然初めて聞いた。じゃあ一回その教えるっていう手でジャンプ見たいんでお願いします。ああ、いえいえ、そんな大丈夫です。遠慮しないで。いやいやいや、マクシャ君のジャンプ一回ちょっと手本見て、俺たちも学んで、ね、なるほどなるほどなるほど。じゃあもう回してくんなよ、もう回してくんなよ、うん。じゃあ半分過ぎたのでここからどう出るのかを見たい。それ、ああ、なるほどね。半分過ぎてからのパスっていうところで言うとここかな。うん、これ飛ぶのかよ。耐えきれなくなってるじゃん。なるほどね。じゃあもうここ直下ってことだよね。ど田舎じゃないですか、ここ。ああ、なるほどね。なんもないっすよ。ここ、いやでも、ここなんもない。ここでなんもない、なんモンスターの巣しかないですけど。アクシア君にとってはこれでもなんでもないんだ。何もないんだこれで。え、 あるっすかこれ。俺には岩しか見えないですけど、ね、あるけどね。まあ巡り合わせだったってことじゃないかな、ここは。じゃあ待って、なんかもうモンスターいるけど。俺のこと？違う。あ、違う。一部だった。やべ、無駄にドーム出した。一応ほぼ空だけどボディーシールドあるよ。あ、ありがとうございます。俺の脱いだやつです。あ、オッケー、メルカリ出しとく。あ、付加価値で10万です。おー、言うね。おー、言うね。実際どれぐらいつくんだろう。なんでそこ深掘りすんの。アクシア君わかんないっすよ。着用済み。いや、着用済みか。300。みんないくらで買う？よかったらコメント欄に書いて教えてね。300。だんだん最悪やって。300とかすかね。転売ですかってあるけど、転売ではないぞ。ナチュラルボーンだよ、それだって。ちゃんと売ってる。フリマちゃんと本人が脱いで本人が転売ではないか。転売ではない、販売だね。原産地ですからね。4度 C のネックレス売るみたいなことだから、プレゼントもらった。いや、それ、いや、てか普通になんか手作りアクセサリー売るみたいなもんですよね。あ、でもそう違うか、作ってないもんな。うん、うん、確かに落ちてたやつ。育ててはいるか。あ、育ててはいる。確かにブリーダーってこと。えな、ああ、だからちょっと話ややこしいな。この話もうやめない。なんか危ないかも。俺には難しい。頭まなくなってきた。ちゃんと500万とか出してるやついるって。え、マジで全然売るぞ。やめとけ。あ、出す。うちの後輩に悪い影響を与えようとすな。お買い上げ。おどうも。あ、出す。在庫1なんで。びっくりした。謝罪待ち。ごめん、何？ああ、危ない！危ない危ない危ない！マジで無理、ちょっと待って、マジで雲ダメなんですよ。あ、そうなんだ。ちょっと急にびっくりするって。それはちょっとかわいそう。ちょっとびっくりしちゃったかな、今。そうとはつゆ知らず。だいぶびっくりした。申し訳ございませんでした。いや、全然大丈夫ですよ。大変申し訳ございませんでした。心の準備です。許してください。本当に申し訳ございませんでした。本当に。許してください。まあ、そこまで言うなら許してあげなくもないです。ああ、ありがとうございます。もう一生ついていきます。本当に。俺についてこい。本当にもう二度と雲とか出さないんで。え？本当に雲とかもう二度と出さないんで。なんでだろう、なぜか信用度がまだないんだよな。絶対出さないんで。絶対出さないんで。すっごい右から左だな。そういえば、雲が苦手みたいな話をしたときに、はい、雲の絵文字をめちゃくちゃコメントに書かれて、本当にやめてほしいみたいな注意をしてる。あれ、アクシア君か。めちゃめちゃな。そんなん、そういえばあったん、なんか見たぞ。なんでそんな知ってるんですか。いつも動画見てくれてありがとうございます。よければチャンネル登録と高評価お願いします。うまいね、レイス。そうですか。ありがとうございます。うん、いいよ。うん、いいよ。でも、神田さんもドームよかった。神田さん、あ、かんちゃって、カイダさんも。神田さん、ごめんなさい、かんちゃって。今、カイダさんって言った、神田さんって言った。いや、ハルさん、ハル先輩も、ああ、どうもなかったです。
ハルさん。いいの。カイさん。うまかったっす。カイさん。イダさん。ハルさん。カイさんはどっちなんだ。カイさん。ハルさん。ああ。ハルさん。ああ、よかった。神田さんじゃないよね。じゃないです。今一緒にやってるのは。そうだね、言い間違えやすすられやすそう。いや、神田さんと階段はね、よく間違えられます。ちなみに実際ね、一文字違いですね。そうですね。そうだね。ですよね。なんかイトンってなんか似てますしね。そうか、うん、そうか。まあなんかからみたいな感じで言ったら神田に聞こえたり階段に聞こえたり、トライ用によっては、あの、まあね、黒青に見えるか白金に見えるかみたいな。え、ちょっとよくわかんなくなっちゃった。あのツイッターでバズったドレスね。黒青に見える、白金に見えるですね。え、何それ。人によって違うやつですよね。あ、なんかあった、なんかその右脳か左脳かみたいなやつですか。みたいね。俺青でした。左回りに見えるか青回り、右回りに見えるか。はい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 、合わせ右回りでした。あった、強いしな。ウィングもあったら欲しい。あ、ウィングもあるよ。あ、本当ですか。あ、じゃあウィングマンとそれもらいます。あざます。ウィングマン最強セット、これ、まあ、あざます。きた、もつれきます。神田さんや。そうよ、神田さんじゃなくてね。ちょっと今危なかった。全然一生こするよ、本当。あの先輩しつこいかも。なんかネチネチ。あ、いや、やだって。もうちょっとこのマップまだわかんないからな。初めましてですもんね。12レベルだもん、キーンが。12レベルだもん。12レベルってどう？トキワシティで12レベルはきついって。ちょっとだけ高い。トキワシティ、高いか。高い高い。いや、高くないかもしれない。高い高い。少し背中。怪された俺たち今。ちょっとね、一回落ち着けようかなって。まだ1戦目よーって、頭ないでねーって。高い高いっつって。高い高いっつって。ミルクもあげてね、ちゃんと。あ、もう離乳してるか。ヤクシア離乳した？いや、まだっすね。あ、まだなんだ、離乳。全然。離乳食は食べつつある。うまいっすよね。あ、離乳食も食べてるか。目覚めてはいるんだ。あ、だいぶなんか最近ハマってて。あー。寝起きがやっぱ効くんすよね。あ、寝起きなんだ。寝起きか。いや、最近ちょっとぐちゃぐちゃの時に。最近ちょっとワンちゃんおむつもいけんかなと思ってるんですけど。あ、よくないか。ゲームの時間増えるし。まだ QOL 上がるっすね。ああ。今から始めるってこと、逆に。おむつ離れじゃなくて。おむつ装着。え、そう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 。おむつ戻り。あ、割れかけ。待って、リボマジで強い。ごめん、待って巻きます。神田さんマジでごめん。パス強すぎ、神田さん。やばいって。神田さんじゃないよ。神田さん強いよ。落とす、落とす。ちょっと今、神田さん回復中。ごめんなさい。いや、大丈夫です。これ、美味しいと思ってるからね、ちなみに。ドローン覗いてる時起きても大丈夫です。俺が起こせます。その間、あ、なるほどね。その間、春さんがもうヒューズ頑張るんで。任して、ついに神田さん間違えないように春さんに。大ちゃんと広めた。いや、もう春さんにしたら絶対間違えないと思って。いいぞ春さん呼び。マジで珍しいかも。あ、珍しいですか。うん。へえ。まゆさんって下の名前で呼ばれることあるんですか。うん、ないね。よるみとがくくんぐらいじゃない。ああ、そっか。あと、あれかな、静香さん。あ、しずりん先輩。あ、そうなんですね。でも意外とあるっすね。でもしずりん先輩は僕もハルさんって言ってくれるな。確かに言われてない。なんか2文字ってやっぱ言いやすいですよね。あれでもヨネギさん階段くんだな。あ、エヴァ、エピソードトーク持ってる人すごいよな。いや、すごい。ないもん、エピソード。こっちにいいものがあるかも。グラップルをしよう。滝の方行きますか。滝の方、了解。
エピソードトークなさすぎてエピソードトークあるかなって思い出そうとして数秒間黙ってたもんね、うん、今なんて言ったって頑張って引き出して探してた今。もうなんかちょっとしたエピソードトークエピソードあるかなって思ってそっからまず引き出し探したけど全部の引き出し開けてる音だったんだ今。せめて友人のエピソードトークとか出してこういうエピソードトーク持ってるやつがいてさって話をしようかと思ったけどそのエピソードさえなかったもん。ちなみにここで聞くのはあれなんですけどエピソードトークって何ですか。まあちょっと敵やろうよ。白アーマー。で一回敵やるだから、ね。エピソードトークって何ですか。待ってくれ。エピソードってわかる？え。ちょっとエピソードが今なんか怒っていいんだよ怒る時は。いや怒れないんですよね本当に分かんなくて。エピソードトークが。エピソードいやなんかエピソードっすよね。物語。あー惜しい。ストーリーまあでも、うん、確かに。だからなんか、なんだろうな、こういうことあったよね、あったんだよね、みたいな。はい。まあ、簡単に言ったら、思い出話みたいな話。あー、思い出話、あー、思い出話。面白い思い出話。思い出話ですね。了解です。うん思い出話って言ってほしかったな。うん。まあ、前あった経験の話とか、体験。なるほど。なんか、日本語に訳すなら、あれだね、ダン。ちょっとまた難しくなったんだ。体験ダン。体験ダン。経験ダンとかのダン。あ、それわかりやすい。